先にこいつをやっつけた方がいい気がするな。どうやってやっつければいいんだろう。これ多分バレるな。こいつは、こいつが取れるかな。あ、大丈夫だ。よし。んで、こいつだな。問題は横ってね、バレるんですよね。これこっちから行けるか？影でバレるね、これ。まあいいか。バレてないし。人の声が聞こえる。一人いますね、あそこに。あれ撃ったらどうなるんでしょうね。ちょっと撃ってみましょうか。おお、すごい。めっちゃ吹っ飛びましたね。でガスも発生してる。死んだ？全員死んだのかな。あれ、いる。はい、なんか表示だった。登るか。暗くて見えないけど、いなさそうだね。この部屋ではないよね。この部屋じゃないっぽい。声は、お、すごいね。あ、そん、え、俺どこのあれ撃ったの。このドラム缶かな。もっとこっちのやつだったと思うんだけど、他のとこにその毒が入ってるドラム缶にも届いたんだね。一人、これいけるね。入ろう。あー、ダメだった。まだ。鍵をゲットしました。さあ、真ん中になんかありますけど、敵はいないんでしょうかね。ちょっと敵いると。あれ、死んでるんじゃないですかこれ。イエルジ・ヤーキュリッツ、コードネームボイツェック。肌には赤い斑点があった。彼は毒を飲んだのだ。じゃあ、あと一人ですかね。最後の一人が生きてるといいんですけど。確か3人ですよね。Tu sais ce qu'ils lui feront. On ne peut pas le permettre. Et elle pourrait nous être utile. Ne sois pas idiot, Paul. Non, on ne peut plus prendre ce risque. Les SS sont déjà sur notre piste. Nos camarades ont peur pour leur famille. Ils sont terrorisés. Tu ne crois pas que je le suis. Nous ne devons pas nous précipiter. Tu es trop nerveux. Nous avons bien fait. Aurions-nous dû la laisser mourir?Regarde-la, ce n'est pas la peine. Elle est plus morte que vive. Tu veux sacrifier tout un village, les femmes et les enfants? Hélène,
gardien puissant. Il nous a menés à elle pour que nous l'aidions. Son destin est le nôtre, ne le vois-tu pas? Il ne faut pas croire tout ce que tu vois. イエルジヤキリ。あれ今喋るのやめましたね。あ、やっぱ3人いるんですね。あ、こっからガスマスクしないといけないんですね。めっちゃあれですね、ガスが。わ、すごいな。さあ、いましたね、一人。あ、上にもいる。大丈夫かな。Er ist schon so verrückt, freiwillig in dieser dreckigen Jauche herumzukriechen. Du zum Beispiel. Ha, so eine Scheiße. Das passiert mir nicht nochmal. Wegen 5 Minuten. Wegen dämlicher 5 Minuten. So ein Mist. Tja, ich hätte auch viel lieber unten draufgerutscht. Keine Sorge, da sind noch genug übrig. Aber die Spione brauchen wir unbedingt den Hut. Die können ja nicht weit gekommen. Ah, ありましたね、はしご。Auf jeden Fall. Sag mal. あれ、バレた。バレちゃった。ちょっと死んじゃいましょうか。ここはこれ当たるかな。ちょっと試しよし、ちょっとやり直しましょう。ここはじゃあ、あの2人がしゃべるのあの何が言いたいんだ。トークが終わったらね、動く感じにしといた方がいいんですかね。めんどくさいですね、そういうの。一応ここら辺でじゃあちょっと待ってましょうかね。Aber da nicht hier. Er ist schon so verrückt, freiwillig in dieser dreckigen Jauche herumzukriechen. Du zum Beispiel. So eine Scheiße. だからってね、今ここで口笛もできないですし、ね。マスク、ガスマスクしてるからね、聞こえないですよ、ね。Was passiert eigentlich, falls sie sich stur stellen? Wie meinst du das? Na, falls sie nicht singen wollen. Junge. Es gibt ja solche und solche. Was wird dann eigentlich genau mit ihnen gemacht bei der Gestapo? Naja, die kennen genug Methoden. Meistens gibt es erstmal tüchtig Prügel. Dann ein paar Tage aushungern in der Dunkelzelle. Dann Gliedmaßen ausrenken oder brechen. Oder Fingernägel abziehen. Ja, das ist ne, und so weiter. Mein Gott. Das ist nicht dein Ernst. Und wie? Die haben es doch nicht anders verdient. Wenn einer von denen versucht, hier durchzukommen, verpasse ich ihm selbst eine. Hauptsache, wir sind hier bald aus dem Drecksloch raus. あ、終わりましたね。もう嫌ですね。ここはちょっとね、やり直したくない場所ですね。また話を聞かなきゃいけないって思ったらね。あ、これいけるんじゃない？よいしょ。ただね、上にもいるんだよね、一人。あいつ。だから。バレそうな気がしてこっち来ちゃうと。ほら、バレた。バレたよ。まあ、めんどい、めんどいな。めんどいんで、またあの二人の話聞かなきゃいけないって思うとね、ちょっと嫌なんで。殺します。
Hey, Friedrich. Hey, ja, Recke, du gerade! Scheiße! で、ちょっと落ち着くまで、あ、ちょっと待って、あれ、なんで当たんないの、ここら辺からやってみましょうか。よし、お、バレてない。で、あいつあそこまで来て、よし、今だ。で、バレるかも、これ。バレてない。バレてないですね。で、この上のやつ、あー、バレた、マジか。ちょっと待って、よし、あと一人ですよね、上。よし、あ、全員、あー、やっと倒した、全員、やっとね。ふう、やっとこれで進めますね。早く欲しかったですけどね。あ、コルト、コルト、ルガーニュ、まあ弾ないですからね、コルトは。さあ行きましょうか。敵はいない。なんか光ってたよね。あ、あ、拾えた。オッケー。あ、やった、チェックポイント。ほっとしますね、チェックポイントに入ると。さあ、敵はいない。じゃあ行きましょう。ただあそこにライトあるからね。ちょっと気をつけないと。つけないとすぐ敵にバレてしまうので。あ、来ましたね、一人ね。おーっと、ファイヤーじゃないですかね。わわわわ、うーわ、強っ強いなあ。ちょっとあれですかね、あの歩くときにね、どうしてもしゃがんでてもね、あのちょっとこう姿勢がね高めになっちゃうから、その時にバレちゃったんですかね。残念。ちゃんとね、こういうとこで隠れないとダメですね。さあ、2人いました。 あそこにもいますね。さあ、おっつ、あー、バレた。あれ、むずいな。あ、まだいる。ああ、あー、もう弾がほとんどなくなってきた。まだいるの？
あ、また来た。うわ、見えない、ファイヤーで。ちょっとドラム缶をね、狙いたいんですけど。あ、これ隠れてるね。これ狙っても。これ多分そうなんだと思うんですけど、暗いからね、ちょっとよく見えないんですけど。来た来た来た。で、一人来るでしょ。ここで、あ、ダメだ。一人しかやっつけれなかった。あれ、当たってない。よし。で、来るんですよね。あれ、でも普通になんか何事もなかったかのように来てますけどね。あ、死んでるからね。あ、やばい。なんでバレるの、位置が。あ、でもバレてないよまだ。よし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 、バレてないよ。あれ、もう一人どこ、あれ、どこ、どっち向いて、あ、来ないで来ないで。おーし、よし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 。で、もう一人は、あ、オッケーオッケーオッケー、いいよ。なんか怒ってますね。怒ってるけど、僕はちょっとテンション高いですよ、ここまで来れたんでね。ちょっとこれは維持したいな、この状況。あいつ向こう行くでしょ。もう一人は、もう一人いるね。こいつが、 あちょうど柱で見えない。どういうふうに、どういう、どっち向いてるのか。これいけるんじゃない。よし、いけた。あ、やばいやばいやばい。オッケー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 。で、戻ってきて、ちょっとね、しばらくこいつらの行動を見ないと。さっきのやつらとでも同じような動きをしてますね。あそこにもドラム缶ありますね。じゃあ、あれも撃っとくか。よっしゃ。お、二人死んだ。え、これでもう OK じゃない？あれ？あ、また来たよ。え、何人来るの？まあでも何、あ、でもまた死体見られて、騒ぐな、多分。多分ね、それで死体に気づいてこっちに来るはずなんですよね。あれ、来ないな。でも、あそこからは動かないのかな、あいつ。じゃあ、あいつが向こう行った時に、よし、今だ。あ、いけるかもな、これ。で、あいつもう一回こっち戻ってくるでしょ。で、戻ってきてまた向こうに行ったらやりましょう。よし、今だ。いけるいける。やっといけた。何も拾えない。まあ今全然減ってない状態ですもんね。あ、こっちからもう下に行けるみたいですね。お、ちょっと待って。
扉を開ける。あれ？反対側からロックされてるのか。そしたらこっち？あ、あれ。あ、こっちもダメですね。したらあっちか。暗い。何もないんで大丈夫ですね。あれ、またいきなり終わりますね。ここ結構長いですね。第三の男ゲット。ローディングが長いですね。第三の男が捕らえられた今、できることは一つしかなかった。ゲシュタポの収容所に忍び込み、青酸カリを渡すのだ。この状況で他に何が望めるだろう。失うものはもう何も残っていなかった。町は敵兵であふれかえっていた、うん、私は下水道から外に出た。そこで見たものは狂気と絶望が入り混じったものだった。続きからですね。びっくりした。え、何、嘘でしょ、またあ、またフリーズ2回目ですよねこれ。はい、っていうことでちょっとお待ちください。一回、電源を落とします。